腰の回路がポッカポカ暑すぎる、楽しいです。なんか回路を張って稽古することじゃないか。難しい。なんかちょっとこのちょっとが逆になんか難しいです。普段やってなかったんで、いつも多分このままこのままからこう行ってたんですよ。そう習うよね。それができたら一番いいって最初は言うけど、だからこのこうするとあってなりそうになっちゃう。こうすると結局攻めが表現できないっていう話になってくるからね。早ければそのままパンっていけばいいけどね。ちょっと難しい、ね、疲労とかね。すごいな。仕事すぎてなんか頭が疲れるみたいな。意識パンクする。あ、だめ。意識するところが多い。情報量が多かった。本当いろんなところにめちゃめちゃあったね。前回は稽古量、今回は情報量。そうだね。こうなんですね、小手が。この刃筋に沿ってやらなくて、こっちでいいんですね。こちら側で落とすと、つばだとか握る拳に当たっちゃう。はい、だそうじゃなくて、このこっち側に平行に落としてやる。構えたまんまで平行に落としてやるっていう、ね。そう、相手がこうなってくると、はいはい、どうしても小手って当てに行きたがっちゃうから。相手のしないは真ん中で、自分がこう崩れてるうちに行きたいになっちゃうんですよ。そうじゃなくて、攻めだとか、きちんと相手の崩しがうまくいけば、相手は大体こうなるかこうなるかだから、そうすれば自分はそのまままっすぐ打っていれば、正しく攻めていれば届くことにはなってるんですね。